ラビアが大好きなので、これからもずっと続けていけるように頑張ります。いろいろ作品を作るにあたって自分のアイデアも出させてもらうことが多いんですけど、だんだんアイデアもなくなってきたので、いろんな雑誌を見ながらヒントを得て、また新しい自分をどんどん出していきたいと思っています。読者の皆さん、これからも頑張っていきますので、漫画アクション、そして熊田曜子を応援してください。バイバイ。